はい、はい、はい。ロシアがやべえ。ロシアがやべえ。つうか、ウクライナのドローン総攻撃がとんでもね、あのですね、今ね、もう報道がたくさん流れてるから、ご存知の方も多いと思うんだけれども、はい、あのね、ロシアに対してですね、ウクライナ軍がですね、ドローン総攻撃をかけました。でね、一方ではですね、1 5 8機、1 5 8機のドローンがですね、モスクワ周辺を襲ったっていう話なんだけれども、これね、最新のニュースを見てるとね、まだ数が増えていて、171機になってるんだよね。これね、日本のマスコミがですね、これ情報をちゃんと把握できてないっていう話とですね、あとね、これね、いろいろね、あのね、テレグラムとかですね、あの、X からで,ですねいろいろ見てるわけでございますけれどもどうもねこれネット上に出てくるですねこのね、えー、ウクライナからのですねロシア攻撃の映像とですね日本のマスコミの報道がねこうかみ合わないのよこれねあのねロシア国内から流れてきているウクライナのドローン攻撃の映像の方がですね圧倒的に多くてですね日本のマスコミが流していない地域でもですねどうもね大炎上がで、ね、相次いでるみたいなのねこれね日本のマスコミは、ね、これねちゃんとね状況を把握できたらいい可能性あるよつうかね俺もねこれね状況を把握できてないくらいのですね情報がガーッと流れていてるのでこれ。 一気に行きたいなと思うのとですね、あとね、これね、ロシアの国内の経済がこれ間違いなく停滞するのね、となるとね、ロシアやばいと思うよ。これまでね、ロシアの経済がやばいよっていうニュースでいくつか流してきたんだけど、ついにね、中国がね、ロシアを見限り始めた可能性がありまして、なんとね、中国からロシアに対してのメッセージで、ね、ロシア、お前ら、お前ら、お前ら、ほんとやべえなと。だからね、中国としてはですね、前払いで金をもらわないと、中国の製品を渡しませんよということをですね、正式に言い始めてます。いや、これガチよ、ガチよ。いや、あのね、 ロシア終わるぞ、これ。どうも、闇のこさんでございます。はい、ということでございましてですね、これね、あのね、ロシア側からのですね、これ映像のですね、これね、提供が、ね、止まんないんですよ。ロシアから漏れ出てくる、え、あのね、このね、動画像のですね、え、えげつなさがね、止まんなくてですね、その日本の報道の噛み合わないんだよね。はい、今日ですね、これ、夕方くらいから一気に流れ始めましたけれども、日本のね、マスコミはですね、えー、モスクワをですね、これ、ウクライナ軍がですね、158機のですね、ドローンでですね、総攻撃をしていると。でね、あのね、えっ、ー、とね、なんだろうな、インフラ施設でその、ね、主にね、あの、石油のね、整備所である あの、発電所とかですね、あの、インフラをですね、主にですね、攻撃をね、食らっているという話がね、あったんだけれども、ちょっと詳細なやつが出てきまして、多分ね、詳細でかつですね、速報っていうのは、おそらくね、日経新聞のこのノウだと思います。ちょっと見てみる、ちょっと見てみる。モスクワの製油で火災と、ウクライナ軍がドローン攻撃でございますという話なのね。で、これね、数がね、多分ね、みんなが聞いてるときよりも増えてると思います。あの、タス通信などによると、1日の未明までに、ロシアの首都モスクワなや郊外に、少なくとも11機のですね、ウクライナ軍の無人攻撃がありまして、 これね、あのね、これ、あの、なんだろう、これ、国内のですね、あの、石油業界にね、今多分ね、大ダメージ来てるんですよ。実はね、数日前もですね、これドローン攻撃がありましてですね、ロシア最大の製油所が爆発によってですね、生産能力のほぼ半分が停止という形だから、これね、大ダメージよ、マジで。 あの各家庭にも大ダメージなんだけれども、ロシア国内の産業に対して、ですねちょっとシャレにならんくらいのダメージを負ったっぽいんだよね、はい続けます、で南港の発電所への攻撃もですね行われました、えー、モスクワ周辺のですねエネルギー施設へのドローン攻撃としては、過去最大規模と見られると、で負傷者の情報はまだないという話なんだけど。 いや、あると思うよ。でね、ロシアの国防省はですね、1日の未明までに、えー、ロシアの西部などに、えー、無人機の攻撃がありまして、計171機をですね、撃墜をしたと発表しました。ね、これ増えてるでしょみんなが聞いた時から。でね、ウクライナ東部のですね、ドネツク州とハリコフ州で、8月の31日、ロシア軍の攻撃があってですね、これロシア軍も、あの、ウクライナ領内で攻撃,をを攻撃を強めてまして、こっちはこっちで大攻撃になってるんですよね。でですね、計7人が死亡するという状況になりました。ロシアの国防省は、ドネツク州のトレツクのお工具、えー、ピウニチレに、 ピュえ、ねししね、チャフ、チャ、チャフチャ、チャソ、チャソフヤールではですね、少なくとも5人が死亡していると。で、州知事はですね、チャフソヤールでです、ね、チャ、チャソフヤールでですねあ、普通の暮らしを送るのはもう不可能であると述べまして、民間人に避難を呼びかける状況です。え、ハリコフ州の知事によりますと、ロシア軍は同州ハリコフ州の近くの集落を攻撃して、2名が死亡しました。え、ロシアのですね、ラブロフ外相は、ロシア国営メディア RT がですね、放送し インタビューでまもなく開始1ヶ月となるですねロシア軍のウクライナ軍のですねロシア西部クルスク州へのですね強攻撃についてホレや領土を獲得しロシア側と交,渉交換交渉をするのが目的だとの考え方を示しましてロシアはですね自国領について誰とも協議をしないと表明しましたラブル氏はですね強攻撃には外国人の雇い兵がですね多数参加しているのを語りましたといういうお話なんだけれどもこれねまた後で読もうと思うんだけれどもね今どこまで行ってるかっていうとですねあのね 追撃の攻撃、あんじょ、こういうのに。 ゼレンスキーはですね、これね、あのね、ドローン攻撃だけではなくてですね、西側から供与されている、長距離ミサイルを使わせてくれって言って、今、西側のね、国と今交渉していて、これね、認められる可能性が出てきてるんですよ。何かっていうとね、あのね、今ね、あの、に、ロシア、の、ウクライナを守るためにですね、西側諸国はですね、長距離ミサイルをですね、あの、ウクライナに提供しているじゃないですか。でもね、このミサイルっていうのは、あの、国土を守るため、ね、あくまでも、ロシア領土を攻撃するためではなくて、この赤い部分がですね、これね、ロシアが占領している地域なんだけれども、こういう地域をですね、 ロシアから取り戻すすために長距離ミサイルを使うんんだ、ね、これが条件なんですよつまり、えー、この赤い部分がね、ロシアが攻め込んできてるところだけど、この、ね、ブルーの部分がですね、今回ですね、あついにウクライナが反撃に出た地域なんだけれども、この地域を拡大するために、この地区のね、真上って実はね、モスクワなのよ。真上がモスクワなんですよ。で、このモスクワを攻撃するために、長距離ミサイルを使わせろ。って言ってるんですよね。でね、 これね、多分ね、西川諸国はおそらくね、いずれ運という形になるんですよ。で、そうなるとおそらくね、とんでもない事態にな,なる可能性があってですね、あの、今からお見せするのがね、これね、あの、モスクワ周辺のですね、あの、インフラがですね、どん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 ですね、ウクライナのですね、これね、あの、ドローンにですね、攻撃をされているという映像なんだけれども、もうね、空の防御、 ず、ず、なんか空の防御がさ、ガバガバじゃないですか、ロシア。こんなに被害が及んじゃっていいんですかっていうくらいですね、あの、モスクワ周辺にですね、これ被害が及んでいて、この状況で長距離ミサイルなんかをですね、ウクライナがガツで使い始めたら、モスクワ火の海になるぜ、マジで。でね、いや、それはいいのね。俺、俺、ウクライナの応援してるからさ、行ったら行ったら、ね、まさかですね、これね、スジャの次はですね、モスクワだと思わんかったけれども、行ったら行ったらという状況なんだけど、そうなると、モスクワ、ロシア、プーチンがですね、 戦術核を使ってくるんですよ、おそらく。核攻撃。で、そうなると、日本としてはもう笑えない状況になるんだけど、その心配がね、その危機がね、今どん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 高まってきてると。ただね、だからってやめろとは言いたくないしさ。な、今までウクライナがやられてきたこと考えてみろよ。だろ えー、というのがあってですね、これちょっと複雑な状況だわ。えー、ほんでね、これね、ロシアのですね、これね、あの、空の防御能力がですね、これどんだけガバガバかっていうのがこれわかるんだけど、日本のマスコミがこれ、あ、ね、これね、これね、今ねネットの計画が流行っていて、ドローンがですね、モスクワの周辺に飛び回ってるモスクワね、この辺なんですよ、確かね。モスクワこの辺なのよ。で、ね、飛び回ってるぞっていう映像が出てるんだけど、これ多分嘘なのよ。ほ <laughs> あの、ちょっとモスクワのね、上部上側をですね、ドローンがこんなに飛ぶと思わない。え、これ本当か俺、これちょっとね、嘘じゃないかなと思ってんだけど、まあ、でもね、この,このね、 映像が開あのね、あの、示す暗いですね、あの、モスクワの周りってね、ま、マジでね、もう、やばい状況になってるんですよ。で、これはね、あの、マスコミの言う通りですね、あの、天然ガスのですね、あの、火力発電所がですね、めっちゃ燃えてるんだけど、ちょっと見てみる。すごいよ。これ、音聞こえないんだっけ音聞こえないんだっけもうね、あのね、ドカーンじゃなくてですね、もうね、エネルギーが燃え尽きてるゴーって音なのよ。ゴーって音なのよ。 だから、天然ガスがむちゃくちゃ燃えちゃってるという話がこれでしょで、この次の映像がですね、これね、モスクワの郊外の普通の街らしいんだけど、ちょっと見ててね。ほら、いほいほいおいいい、なんか飛んできたでしょこれね、撃墜されたドローンっぽいんだよ。ほら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 。これ、モスクワ郊外がこんな状態、隕石が落ちてくるみたいでしょほら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 。やばいでしょ こんな状況が今、モスクワの周辺数キロ地点で起こってるらしいんですよね。でね、こっから先ですよ。あ、こ、これもね、あのね、一応、報道等ね、被るところなんだけれども、これ火力発電所かな。ま、あ見てて、見てて。ねこれロシアの国内よ。これ火力発電所。もうすぐね、ドローンが墜落するから。ほら、来るよ、来るよ。ドッカーンこれ破片か これ破片隠してこんなんかこれどう考えてもドローン本体が突撃してるでしょこれ。っていうものも流れてきたし。あとね、あとね。あ、これ、これね、マスコミのね、報道と符号しないんですよ。これ何かっていうと、ちょっと。 流す,よ流すよ、流すよ。音聞こえてるから聞こえてないんだよね。ごめんね。ちょっとね、音流すの良くないかなと思って流してないんだけど、あのね、これね、モスクワの中心部なのよ、これ。クレムリンから3キロですよ。クレムリンって、あのもう、あの、プーチンがいるところね、簡単に言うとね。クレムリンから、たった3キロしか離れていないモスクワ側沿いのですね、政府行政ビルなのよ。政府行政ビルがに、にね、ね、なんかね、ドローンの破片が落ちたとか言ってんだけど、この燃え方はどう考えても破片が落ちたレベルじゃないんですよ。 だってね、これ消火活動を見る、これのこれ消火活動の映像まで来てるのは見る行政府のねねこれねドローンが多分、ね、直撃したんですよ。ほら、もうモスクワ、全力の消火、全力の消火、ほら、もう行政府の施設だけにですねここがいつまでも燃えていたらですねもうロシアの威信が地に落ちるから、もう必死の消火活動。 これ、破片か破片じゃないよねどう考えても。っていう映像がね、もう出回りまくってんのよ、今。もうね、日本で流れてる情報とね、符号しないのよ。だからね、日本が報道している以上のね、2倍、3倍くらいの被害がね、多分ロシアのね、モスクワ周辺で起きてるわ。でね、また面白いのが来たの見るこれ。 プーチンがモスクワから逃げ出したぞってこれ <laughs> じゃあこれほらほらほら、モスクワからね、これね、なんとね、あの、大統領専用機がですね、なんと、モスクワから離陸をしてね、東に向かったと。ね、つまりモスクワがね、襲撃されてるから、もうやばいっつって、プーチンが逃げ出したっていう、ネット、情報がね、ネットに流れてるんだけど、これ多分ね、嘘なんです。かこれ、ちょっとこういうのでいいあ、これ嘘なんです。あ、これね、あのね、大統領専用機がモスクワから飛び出ったのは本当なのよ。 本当なんですよ。でもね、これ目的は何かっていうと、これなんですよ。<laughs> 多分ね、あのね、プーチンがですね、モンゴル。モンゴルってモスクワから見て東側にあるからね。モンゴルに、に、あの、2日かな、3日くらいにですね、モンゴルに行ってですね、あの、訪問すると。で、これね、1日2日くらい前にね、大騒ぎになってたでしょモンゴルはですね、これね、あの、世界との契約的にですね、プーチンがモンゴルに入ったら、逮捕しないといけない。 逮捕をしないといけないというですね条約にね、これ、モンゴルはね、これ、か加盟してるから、モンゴルを逮捕しろって世界が騒いでるんだけど、でもね、多分ね、モンゴルは今回、プーチンを逮捕しません。あのね、モンゴルってね、あの、中国とさ、ロシアの間に挟まれていて、中国とは結構敵対関係に近いものがあるんだけど、モンゴルは、ロシアとはそれなりに仲いいんすよ。仲いいんすよ。だから、プーチンはモンゴルに今行こうとしてるんだけどね。 で、モンゴルは多分ね、逮捕しないと思う。でね、今はね、もうしょう、それでしょうがないんじゃないのかなってちょっと思うよ。モンゴルがね、プーチン逮捕したりとかしたらね、またイラ頼紛争が多分起きるのよ。 いやだからね、もう、プーチンはね、もう、ウクライナに打ち取ってほしいと思うんだけどね。まあまあ、それは、その話は、まあいいや。え、だから、あの、プーチンは、この情報はおそらくデマです。これ、流してるカズミさんも、分かっていてね、これは分かってて、プーチンが東方に行ったと、とだけ言ってるんですよ。言ってるんですよ。だから、逃げ出したわけじゃなくて、ね、カズミさんも分かってるんですよ、これね。あ逃げ出したわけではなくてですね、あ、これ、モンゴルに行っただけですよ、というお話なんですよ。ね。えー、と、とはいえね、これらのね、動画がね、あのね、マスコミがまだ報道してね、これ、これらの動画がですね、重なわせてみるとですね、これね、マジでね、ロシアのですね、 経済ね、止まるぜ、これ。マジで止まりますよ。となると、となると、今のね、あの、世界各国がロシアに行っている、で、経済制裁が、やばいぐらいの効果を、見せる可能性あるのよ。まずね、これ2、3日前の情報だけれども、これウクライナ軍の攻撃で、ロシアのね、最大の製油所が、爆発をしまして、生産能力がほぼ半分になりました。これだけでも大学でしょで、僕、これ前にお話をしましたよね。ドバイ、UAE がですね、 の金融機関がえ、ロシアとのですね、取引をね、あの、アメリカの経済制裁が怖いから止めた。これもですね、動画で流したでしょ。で、この辺からですね、何でしょう。あのね、トルコ。トルコが、トルコの国有銀行が、ルーブルでの業務を停止。つまり、ロシアとの取引を止めたんですよ、トルコが。 マジって思うよね。ちょっと軽く読んでみる。え、トルコのですね、国営銀行ジラートは、えー、生産、えー、資産額で国内ナンバーワンだが、ロシアのルーブルでの業務を今縮小していると。ね。これアメリカからの制裁が怖いからなんですよ。えー、ところによると、えー、ところによると、ジラートはですね、説明もなく、ルーブルの口座開設を停止しまして、えー、既存のですね、口座を持つ顧客に、ロシアの通貨をトルコリアに、 了解するサービスを提供しました。もうルーブルはうち扱わないから、全部理念トルコように変えておけということをですね、なんとトルコのですね、国有銀行は言い始めてるんですよ。これはロシアの大打撃ですよ。そして,て、極めつけこれ。中国。ロシア最大の支援国と思われた中国。この中国はがですね、ロシアに対してですね、もうロシアはですね、もう経済的に国としてやばすぎるから、もしね、ロシアさんと中国の製品が欲しければ、前払いしやがれと。 金を先に払えと。金を先にもらわない限りは中国の製品はロシアに渡さないというですね、ことを表明しました。物品の提供をですね、供給をですね、停止したんです。これちょっと読んでみようか。俺やばいでしょこれロシアに最もでかい打撃だぜ、これ。 はい。イズベスチアは、えー、道路、道路貨物運送業者、えー、運送業者協会のワディム・フィラトフ会長や他のですね、市場参加者との話として、中国の輸入、輸出、えー、輸出業者は前払いなしでロシアへの精神供給を停止したと報道しました。これはなんと8月の23日にアメリカが新たに制裁を発動したことによるもので、そうなんですよね。アメリカがですね、中国であろうと日本であろうとも、ロシアと取引をする国には制裁を課すってね、もうもうはっきり言っちゃったんだよね。金融制裁課すと。 で、これで、中国もさすがにね、経済的に立ち直ろうとしてるでしょだから、アメリカからの制裁が嫌で嫌でしょうがないんですよ。だから、この間、習近平はですね、あの、アメリカのサリバン報道、サリサリバンさんだけね、アメリカの政府から出ていたでしょうね。で、そのサリバンさんと習近平は会ったりとかしてるんだけどね。なんとかアメリカのご機嫌取ろうと必死なんですよ、中国も。だから、ロシアへのですね、この、前払いしないと商品を渡さない政策を始めてるんだよね。それがこれなんですよね。これは、アメリカがですね、新たに制裁を発動したものにこ、したことによるもので、ロシアとのですね、取引にあるですね、中国系企業や、 え、銀行に影響を与え、中国の金融機関やサプライヤーの間で、今、懸念を引き起こしていると。え、あと、後平のですね、え、エカテリーナ・キセビッチ CEO は、銀行が制裁クリアランスの確認を怠ったために、出荷をされてしまった商品の代金を、ね、返還するケースがあると述べました。同氏は二次制裁への懸念から、中国の銀行は、商品がロシアに送られたかどうかに関係なく、支払いを返還していると、ね、指摘をしました。つまり、取引実績をゼロにしようとしてるんですよ。中国が。 ロシアと。ね。え、ニコライ・えー、ドゥナエフによるとですね、非せい制裁品の支払いさえも行われないことがあり、そのため中国のサプライヤーは製品の出荷をですね、拒否せざるを得なくなってきていると。ね。だってロシアがまともに、あの、支払いができない状況になってるからね。ロシアにお金はないわけではないのよ。あるのよ。でも、それをどのような形で支払えばいいのかがわからなくなっちゃってるっていう話なのよ。アメリカの制裁でね。はい。えそして以前は、信託に基づいて製品、商品を受け取ることができた企業は、現在、チャージバックによる困難に局面をしていますとね。え、前払いがない tsk ストロイアーセナル LLC のディレクター、アレクセイチェルカーソフはですね、これ誰ですかこれは、いや、えっ、ー、と、万が一に備えて、えー、民間物資の供給さえもですね、阻止される可能性があると付け加えました。えー、ロシアアジア産業化、えー、企業化連合のウィタリー・マンケ、マンケビッチ会長はですね、えー、産業機器、エレクトロニスク、軍民療養、 療用品のですね、取引には特に注意が行われて払われておりまして、中国の銀行が注意深くチェックをしてると指摘をしました。注意報告何をチェックしてるかというと、ロシアに物が渡ってないかどうか。お金がちゃんと振り込まれてるかどうか。で、振り込まれてない、ないないのであれば、製品を先に渡すのはダメだという話をしてるんですよ。こういうのもね。 はい。ロシアとですね、中国の貿易は EU の制裁第12次とですね、えロシアのえ軍産複合体を支援する第三国の銀行に対する制限の導入をアメリカの財務省に許可をしたジョー・バイデンアメリカ大統領の政令の導入後、さらに複雑になってきているとえ。認可をされた企業も同様であるとね。あらゆる企業がロシアとの取引に敏感になっているという話ですね。 これね、俺が勤めてるメーカーにもね、この通達あったんですよ。実はね。ま、あい,いや。えっと、8月の23日、えー、アメリカのですね、財務省は制限を拡大して、400の法人と個人及び7隻のガス単価を制裁リストに追加をしました。えー、同省の報道部はですね、えー、同社の製品とサービスによって、ロシアは軍事努力を支援し、以前、えー、にですね、課された制裁を回避できると説明をした。だから、つまりね、もうね、あらゆる形のですね、ロシアとの取引はね、あの、ロシア軍への支援とみなすと、 言ってるわけですよ。で、8月の28日、アラブ首長国連邦、ドバイですよ、の銀行が、中国からの電子部品や、家庭用電化製品について、ロシア企業への支払いを大規模に、えー、阻止して、阻止し始めたことが判明し、アラブ首長国連邦への、えー、中国製品危機器や、えー、最後のですね、供給経路の一つに打撃を与えました。ね、えー、この直前,直前ですね、自動車産業、えー、建設会社、えー、家電メーカーの代表を含む、えー、企業20社がですね、えー、政府に所管を送って、ロシアの工業企業は、ロシアから重要な原材料を購入でき できないいたため倒産や、えー、生産や生停止に直面ししていると述べました中国とその他の地域ですね。これ中国もですね、これロシアとのね、あの、えー、取引をね、断ってしまうっていうのは、ね、中国系企業にとっても非常にやばい話なんですよ。倒産するかもっていう話なんだけど、とはいえ、全体的、中国全体を見た場合、アメリカからの金融制裁をこれ以上中国が食らったら、中国の経済が立ち行かなくなってしまうという形で、中国まだまだついにロシアへのですね、その、経済をね、断ち切り始めたと、いうことなんですよ。で、その上での、ウクライナの、 この状況なのよ。ねわかるウクライナがですね、今ドローン攻撃でものすごい経済、あの、えー、ロシアに被害を与えてるけど、これをですね、はるかに超える、おそらく被害を与えるであろう、長距離ミサイル。 この使用を西側諸国にゼレンスキーが今ね、交渉します。で、これ、いずれは、うんって絶対優先西側諸国。ちょっと読んでみる。ロシア領の攻撃目標を提示。ね。<laughs> ミサイルの使用で説得を強めるウクライナ。つまり、これは西側からね、預かっている、え、長距離ミサイル。ね。ロシアの防衛あ、ウクライナの防衛だけに使える、使うという約束でもらったミサイルだが、ロシア領土を攻撃させてくれ。これをゼレンスキーが言ってるんです。はい、ウクライナのゼレンスキー大統領は、8月の31日のですね、ビデオ演説で、供与された長距離ミサイルによる、ロシア領内、 奥地の軍事拠点攻撃を認めるように、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツに改めて要求しました。ね。ロシア領内、奥地の軍事拠点。え、つまりですね、<laughs> このね、今ですね、あの、ロシアが、あ、ウクライナが攻め入ってるですね、この、え、クルスク地方。で、クルスク地方をですね、これね、占拠してるわけだけど、この占挙をですね、なんとかしてですね、撃退するんだっつってですね、ロシアがですね、この奥地にある軍事拠点からですね、ここに、ね、軍とかですね、武器を結集しようとしてるんだけど、そこを攻撃したいんですよ。 そこを攻撃しちゃうんですよ。なんならモスクワも攻撃しちゃうんですよ、ウクライナは。そのためにはね、ドローンに加えて長距離ミサイルも使いたいんですよ。それは、あの、被害のデカさはね、さすがにね、ドローンよりもデカいからね。さすがにね。で、これを認めてくれって,言って西川諸国に今ね、交渉していて、これもうお前、モスクワとしては戦線強強だぜ間違いなく。 これを認めた瞬間にね。多分ね。モスクワの疎開が始まると思いますよ。そのくらいの話だよ。これねえ、ウクライナのですね。ウメラス国防大臣も初30日アメリカの cnn テレビのインタビューでアメリカ側に具体的な攻撃目標のリストを提示したと説明。ロシアの反応を気にして、武器使用を制限する支援国への説得を今強めているとえ、ウクライナではですね。ロシア軍が戦闘機から放つ誘導型爆弾によるですね。被害が今深刻化をしているとね。いやそうなんですよ。ロシアの攻撃も強まってるからね。攻撃の起点となるですね。ロシア領の軍事目標を叩くため。 ウクライナ軍はこの供与されたアメリカの長距離地対地ミサイルやですね、アメリカの長距離巡航ミサイル、ストームシャドウなどの使用許可を求めてきたという話なんですよ。ね。これは本当にね、一刻も早くウクライナとしては認めてほしいはずで、だってね、あの、ウクライナのですね、ドローン攻撃をモスクワ全然防げてないじゃん。全然防げてないんですよ。ドローンすらこうやって防げてないんですよ。で、ここに長距離ミサイルが加わったらですね、あの、ロシアってね、まさかね、あの、ウクライナがですね、あの、ロシア領土を攻撃してくるとは思っていなかったから、多分 ね、まだね、迎撃の準備がち整ってないんですよ。整ってないのよ。だってね、動画、いろんな動画を俺見たけれども、あの、ね、ウクライナのですね、これ、ね、ドローンがプーンって、空を飛んでるんですよ。飛んでるんだけど、それに対するですね、防御行動って、地上から、あの、機銃発射。ね、あの、機関銃でドルルルル,ル,ル,ルって撃ってるだけなんですよ。で、それじゃ落とせないんですよ。落とせないけど、他に手がないから、機銃で、機銃で何だかドローンを落とそうとしてるんですよ。でもそんなので落ち、落ちるわけないから、各地がどん,どんどんどんこうやって攻撃をされてるという状況になってるのね。 で、ここに長距離ミサイルが加わったら、そのモスクワのね、被害、どん、とんでもないことになりますよ。だからね、俺としてはね、あの、ウクライナ当然応援してるから、行ったら行ったらと、今までですね、これ、ウクライナがね、えー、ね、どんな攻撃する、どんなことされてきたか、その司会者をやったらと俺は思うんだけど、でね、ただね、長距離ミサイルをね、西側が認めたら、怖いのが、ロシア側が戦術核を多分認める、使ってくる可能性がすっごい高いです。戦術核。ね。一部地域に限定した核ミサイルですよ。核兵器ですよ。 で、これを、もしロシアが使っちゃったら、こっちにいるね、NATO が動かざるを得なくなるんですよ、さすがに。そうなると、第三次世界大戦に発展してしまうから、だから、ね、西側諸国は、ちょっと待って、ゼレンスキーと、ちょっとその長距離ミサイルをね、ロシア領土に向けて撃つのは待つんだという形で止めてるんだけど、でもね、これそのうちね、ウクライナをね、勝手に使い始める気が俺はしてるんだけど、もそうなったら、ウクライナのことをどこまで応援していいのか分かんない状況になるよね。でも気持ち的には、ウクライナだよな。 やばいよ、これ。はい、ということでですね、これね、これね、もう単純に、行ったれ、ウクライナというね、気持ちもあるんだけれども、ちょっと怖い状況になってきました。ちょっと怖い状況になってきた。しかも、経済的にもですね、ガチでロシア追い込まれてるから、これ戦術核でですね、何らかのですね、戦略を打ってくる可能性普通にあるよ。普通にあるよ。しかも、プーチン今、モスクワにいないから、で、このままモスクワに帰ってこない可能性もあるからね。<laughs> プーチン。いや、冗談抜けてさ。だって、モスクワの周りこんな感じなんだもん。 こんな感じだもん。行政、クレムリンから3キロの地点が大火災だよ。3キロって皆さん、あの、子供のですね、あの、通、通学くらいの距離よ。通学くらいの距離よ。あの、全力で走ったら、どう ?10 分以内に着くよね。ランニングしても。 そんな距離が大火災なんですよ。プーチン帰ってくるのかな俺帰ってこない可能性も感じてるね。はい、ということでですね、これね、これウクライナの猛反撃がですね、これね、想像以上の猛反撃でございました。ちょっとね、応援してる俺です,すらですね、ドキドキするくらいのですね、被害が今ね、あの、モスクワの中に広がっているという状況です。でもですね、これね、ウクライナが今までね、あの、喰らってきたですね、被害を考えたらですね、とても止める気にはなれないけどね、行ったりとも思うけどね。でもこれによって高まるのは、ロシア側からの戦術核の攻撃なんですよ。 はい。というわけでね、いろんな意味ででこれね、目が離せなくなってきました。これ、ロシア・ウクライナ戦争。またね、シンボリックのお話があったら、ですね皆さんにねこ、もう今日みたいにね、全然まとまらなくても、あのね、もう本当にね、あのね、もう溢れんばかりの動画が来てね、情報がまとまんないのよ。で、マスコミも多分ね、まとめられなくて、なんかね、ちゃんとした記事がね、ないという状況でございますわ。だからね、もうね、記事があるなしに関わらず、シンボリックな情報が一個でも来たらですね、そこで皆さんにね、情報をお伝えしようと思いますので、もし来ればチャンネル登録お願いします。というわけで、この動画を終わりたいと思います。とはいえね、 ゼレンスキー。マジで頑張れよ頑張れよ侵略者に負けんなよマジではい、というわけでごめんなと終わりたいと思います。バイバイ。